今日は5月の12日の金曜日です。朝散歩していた時にタンポポのような花が咲いていましたので、これを今日は描きます。お花を描きました。次に軸を描いてみます。この横に葉っぱをつけますが、この葉っぱはタンポポにそっくりな花ですね。お花のデッサンができましたので、今度は彩色に入ります。真ん中の部分から塗っていきます。今度は葉っぱの部分を塗ってみましょう。今度は茎のところを塗ります。茎のところはちょっと茶色い色をしていますので、茶色い色を塗りました。タンポポの中心の部分を少し黄土色を塗ってみましょう。これでタンポポに似たお花の絵が仕上がりました。